本日はバックパックギア紹介、先日のハンモックキャンプのギア紹介していきます。本編ご視聴まだの方は概要欄よりどうぞ。今回ギア金額、ギア重量も紹介していきます。それではハンモックソロキャンプギア紹介やっていきます。まずはこちらの手拭いはゼリアで100円、マットはソポートのマット2749円、バックパックはセカンドストリートで900円。寝具はホールアースのセラフ4627円、サハラのピロー1000円、キャリーザさん3304円、ヘッドライト、 LED ランタン、格安グランドシート1980円、ダイソーエコバッグ100円、ペグ一式2000円、パラコード1299円、キャンドゥのゴミ受け100円、ストームクッカーもどき3879円、アルコール燃料698円、スノーピークのチタンマグ3520円、ダイソーのエチはもちろん100円。日傘1500円。何気に息子と行った宇宙博物館のキーホルダーがお気に入り。ハンモックのベルト、レンツアイハンモック3400円、ハイローマルテーブル2900円。以上が今回の全装備紹介でした。それではパッキングしていきます。これだけ軽量だとパッキングもすごく楽です。なので何からこう入れてなどのこだわりはないのですが、なんとなく大きいものを下に詰めて、真ん中に細かいギアを入れ、柔らかいもので上から押さえ込みます。ポールなどの棒形は端っこの支柱に。テーブルみたいな平らなものは背面へ。先に入れたらよかったけど、もう一回出してやり直し。まあ、大体適当に突っ込むだけです。あとはマットを側面にくっつけて、マタドールブランケットは背面収納へ。パッキング完了です。総重量4キロ、総額33946円。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。それではまた、ムムリクでした。